この番組は再生リスト形式でお送りしています。本日最初にご紹介するのは夜遊びのハートビート。本作は1000人の18歳世代とパフォーマンスを行う NHK18 フェスにて心音をテーマに書き下ろした作品です。18歳という大人でも子供でもない存在だからこそ感じる苦悩や希望が詰まった歌詞が印象的で、イベント当日の合唱も合わせたコーラスアレンジで活気あふれる作品へと仕上げています。今を生きる人にとっても自分の心音と向き合うきっかけになるはずです。それではお聴きください。